クリンの首相クリンは、ロシアのモスクワ州北西部にある都市、クリーン地区の中心都市である。人口は2007年時点で8万1900人ほど。2002年国勢調査で8万3178人。1989年ソ連国勢調査で9万4908人。クリーン市街とセストラ川の長めボルガ川のシリュードブナ川へ流れる、セストラ川に沿う。 首都モスクワの 85km 北西に位置し、モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ、モスクワサンクトペテルブルク鉄道や M10、幹線道路が通る交通の要衝である。生新庄終身大聖堂、ピョートルチャイコフスキーの旧宅。現在は、博物館となっているクリンのソビエト広場クリンが、記録に所出するのは1317年と早い。要塞の町だったクリンは、 モスクワとトベリの間の争奪の対象となっており、1482年にトベリ大公国がモスクワ大公国に編入されると、クリンもモスクワ大公国の一部となった。1781年にクリンは市となり、新古典主義建築による都市計画が施行された。1851年のモスクワサンクトペテルブルク鉄道建設でクリンの産業は発展し、 ソ連時代には科学工業が集積する産業都市となった。1941年暮れ、独ソ戦のモスクワの戦いでは、クリンはモスクワに迫るドイツ国防軍と防衛する赤軍との間の激戦地となった。11月23日にドイツ軍はクリンを占領したが、12月15日に赤軍西部戦線の攻撃により奪還された。 この戦いでクリンは大きく破壊された。クリンに位置する聖堂でも最も有名なものには生新女終身修道院の一部で十六世紀に建てられた聖新女終身大聖堂や千七百十二年に建てられたロシアバロック様式の復活大聖堂がある。クリンの有名な住民には作曲家ピョートルチャイコフスキーがおり、後半生にはクリンで眠れる森の美女や くるみ割り人形を描いた。その旧宅は現在も公開され博物館となっている。ありがとうございます。